Wリーグでシュートがうまいと思う選手は。Wリーグだったら藤野あおばです。あの子だけで、まあ、なでしこでもそうなんですけど、振りが速いのと少し独特な持ち方をしているので、シュートがうまいというかは止めづらい、プレイヤーかなと思いますね。ニアもファーも打てるっていう、ミドルレンジも B リーグの選手の中だったら広いと思うので、実際にあの子は得点ランキング上位の方には来てると思うんですけど、嫌な選手です。ちなみに海外の選手も含めたら、海外の選手含めたら岩渕真奈選手ですね。渕さんとはなでしこでしか一緒にプレーできないんですけど、その中でのシュートレンのその決定力の高さと、最後までキーパーを見て重心を乗ってない方に蹴ってるっていうイメージがあるので、あと個人的な意見でシュートの上手い人って、そのシュートの1個前のトラップでが上手い人がシュートが上手いイメージなので、やっぱりそういうのも気にしておく、トラップしてっていう意識は伝わってくる選手かなと思います。全世界の選手含めて全世界でしたら一番衝撃だったのは、あのアメリカ代表のラピノ選手はもうめちゃくちゃ速いシュートを近間めに打たれたんですけど、いやもう手出した時にゴール入ってましたね。持ってかれたってこと？いやもうなかったです。手出した時にボールなかったっていうぐらい速い。やっぱあの年齢でもトップでやっていけるのはそういう絶対的な存在っていうのもあるのと、シュートの決定力かなと思います。めっちゃいい話聞きたいよね、これ。めっちゃいいよ。てかめっちゃおもろいよ。ありがとうございます。とっても攻撃の選手にとってもヒントがあると思う、うんうん、じゃあ次言います。はい、初代 B リーグ MVP に輝いたよね。はい。輝いたことで変わったことは？変わったことは実際には何もないかなと思いますね。あの MVP っていうヨギボーのいただいたぐらいですかね。形になるもの。環境とかは特に何もなかったですね。はい。その時の授賞式のヤマタンのスーツがめちゃくちゃかっこよかった。見ていただけたんですか？すごいですね。もちろん。ありがとうございます。あの、成宮優衣が出たときに、あれをザラかなんかに買いに行ってみんなで。はい、そうですね。身内情報を聞いてます。さすがエースチャンネル。すごい。情報収集が早いですね。ちなみに、あの高校での決め手は？では若い頃にあの小栗旬に似てるって言われてたので、そこの花より団子っていうドラマの中で白い服を着てるイメージがあって、そこで旬になろうっていうザラで決めましたね。最高。マジか。恥ずかしいですけど、いやめっちゃ裏話これ。Jリーグのさ、カズさんがさ、赤いスーツでさ、こうやってできたのがさ、すごい何回もテレビ出るけどさ、はい、ああいう風に女子サッカーが今後発展するにさ、当たってこう、初代Weリーガーの花澤類、山田、今後出てくんじゃない？いや、もうハイライトで欲しいですよね、毎年のこの初年度は誰だっていう。授賞式はさ、ああいう風に華やかにみんなさ、着飾ってった方が絶対面白いじゃん。そうなんですよね、あの、去年のWeリーグの偉い方が、なんかあの、華やかにっていう、1万円以内だったらこっちが持つから華やかにしてきてってなったんですけど、前役を優勝して個性豊かに揃ったので、それはそれで面白いですし、そういうサッカー界から離れた女性らしさっていうのが見れたのが表彰式だったので、面白いなと思いましたね。ヤマタは完全にかっこよ、かっこよさらしさ、なんていうの。はい、イケメンらしさ、うん、旬に旬になっちゃいました。めっちゃ良かった。じゃあ次行きます。はい、うん、はい、夢見る少女に伝えたいゴールキーパーの魅力は？ゴールキーパーは、まあ、11人いる中で1つしかないポジションを争うっていうのは、個人的には自分はそういう難しい局面の方が好きなので、そこの1位に入る楽しさと、最後チームを救ってあげるというか、失点するかしないかはキーパーの力量にもよるので、そこをバチッと止めた時の嬉しさ、相手
フォワード選手がめちゃくちゃ悔しがってる顔を見る、ちょっと色そういうのがキーパー面白いなと思いますけど。すごい、もうヤマタにぴったりやな。はい、びっくりしちゃいました自分のポジション。結構今少女たちがさ、こうやっぱゴールキーパーって怖いっていう印象を持ってる子が多いじゃん。怖いって思う少女たちに向けて、なんかやっぱ山田みたいにこうやってメンタリティを持つためにはさ、どういうことを意識した方がいいかな。まあ、怖さはまずはもうなんか捨てるというか、まあ、なんか怖い怖いでさキーパーしてたらその怖さって絶対取れないと思って、なんか怖さ、そのキーパーをこれから本格的に始めていく中での一番必要のない感情なので、まあ、そこを捨てられるかはその成長するための一歩を踏み出すことになるのかなと思いますね。もう一つ気になることある。はい。なんでさ、フィールドからさ、キーパーになったの？はい。高校進学するにあたって、サッカー推薦しかないっていう中で、まあ、中学楽しくサッカーしてたんですけど、そこでじゃあ高校3年間フィールドサッカーやってやめるかっていうぐらいの感覚で入ったら、まあ試合に出れなくて、ずっとメガホン持って応援してるっていう1年生だったんですけど、その95年の代にキーパーが取れなかった、入ってこなかったっていう中で、背が高かった自分にその高校のキーパーコーチがやってみないかっていうチャンスがあったので、最初はその高校3年間で辞めるのにキーパー3年やるのと、フィールドユニフォーム買っちゃったしとかいろいろあったんですけど、試合に出させてやるよっていう言葉でその可能性にかけてみようっていう、それもあったし、まあ、個人的にその走るのが苦手なので、こんな苦しい思いしてるんだったらなんかゴール前で立ってた方が楽なのかなとか、まあ、そういうちょっと楽な方向もちょっとありましたね。もう本当世界ナンバーワンをこう争うさ、判定判定判定すごい判定判定特別ショット判定も判定どう、興奮してない、うわめっちゃ可愛い、ね、ちょっと眠いみたいなんですけど、あそうなん、判定も昼寝するの、ちょっとおやつ食べて眠くなっちゃったかなって感じです。あなるほどね。そして夕方とかに散歩に行くっていう夜、はいはい、夜ご飯の後、昼ご飯の後行きます。あなるほど、じゃあ早くしよう撮影を早く終えて山田も休まなあかんからじゃあサッカーモードは終わったんで、次プライベートモードに行くんでテイストチェンジお願いします。山田知ってるよ、しっかりリサちゃんの見てくれてるから、お願いします。プライベートモードっていう、エルマだよっていうやつですね。待って、衝撃、やばいんだけど。よくユニバでエルモのゾーンでやってます。あ、やってる。一人でやってた。慣れてるの。はい。初見には結構衝撃映像なんだけど。いや、サッカーモードではちょっと失敗したらしい。はい、あ、そうなんだ。ちょっと難しかったですね。はい。次行きます。え、でも成功した。これはちょっと自信ありますね。成功。じゃあ次行きます。はい。おすすめの観光地は？博多ですかね。博多に最近行って、うん、糸島っていう地方に行ったんですけど、そこは海とかがあってリフレッシュできた場所なので、ここから新幹線で2時間ぐらいっていう近さでストレス発散してきました。おー、はい、いいね。ロンドンバス行った糸島の、あーありましたね、それ行けてなくてレンタカー借りて一回熊本の方までドライブとかしてました。熊本まで、はい、めちゃくちゃ楽しかったんですけど。いいね。じゃあ次行きます。つい買っちゃう食べ物は？つい買っちゃうのはアイスクリームですかね。アイス、夜ご飯の後毎日食べてるぐらいアイスが好きで、スーパーとか行っちゃうとなんかもう買いだめして、いつも何食べてるんだ、ハーゲンダッツとアイスのがもうこれがどっちか、アイスミルク系かシャーベット系かの、その必ずストックはしてます。今日の夜アイス食べてるとこをこうやって自撮りで写メして送ってな。はい、いいんだ。ラインで送ります。断っていいよ。ありがとう。じゃあお願いします。次いきます。はい。
ちょっとここから恋愛モード、はい、好きなタイプ、好きな仕事は、好きなタイプは笑顔がくしゃってしてる人ですね。仕草は何かある？仕草は、あ、字が綺麗な人は心が現れるというか、めっちゃ綺麗な字書くじゃんみたいな、なんか手ゴツゴツなのにとか、なんかギャップ、ギャップね、はい、ないものねだりというか、自分が字汚いのでわーって思いますね。字は本当にあの性格現れるから確かに、あの字がちょっと汚い人って頭いいねんで。へえ、そうなんですか。それを言ってるのは字が汚い人ですちなみにさ、今ヤマタも字汚いって言ってたんだけどさ、はい、あの他の人に言われたりするの？言われたりはしないんですけど、なんか見ちゃいますね。あの書いといてっていう、あの自分の名前書く欄もめっちゃ綺麗とか。はい、そしたらこれ終わったら、あのヤマタの名前を漢字とひらがなとカタカナで書いて送ってないや、綺麗な人の隣に出すのはなしだよね。めちゃくちゃ練習しよう。比べるのは明日やからいや、2人のどっちがうまいんだろう。はいはい、はい、この人うまいなっていう人は身近で。うまい人はあのベレー座の時に、あの紙袋になんか誕生日のネトっていう文字があったんですけど、多分今も思ってるんですけど、なるみ、りかこ、あさとのこの台の子からタンプレをもらった時の、その3人はめちゃくちゃもらったですね。普通紙袋って捨てるじゃないですか。 3人ともこういただいたんですけど、その紙袋なんかめっちゃ綺麗で、今でも撮ってあります。自分家なんですからね。その写真も送ってねはい、めっちゃうまいですよ。こなんかハードル上げちゃったけどじゃあ次、はい、愛とお金どっち派？あー、お金です。理由は？理由はやっぱり好きな時に好きなものとか食べ物を食べたいというか、でも愛でなんか取ったとしたら冷凍ご飯とか出てきそうってなったらちょっと食べちゃうって、やっぱお金かなって思いますね。なでしこジャパンでも円卓になって、めちゃくちゃその愛かお金かの究極の選択が話題になった時あって、結構半々でしたね。ちょっと待って、そのさ、例えおもろくない？冷凍ご飯っておもろくない節約というか、カツカツな感じね。あ、そう、カツカツ、余裕がないのがちょっと悲しいですね。なるほどね。家に炊飯器もないんや。ないから、佐藤のご飯とかでこれでとか言われたら賞味期限切れてるの、たぶんなんかちょっと耐えられなそうだなと思いますね。もう間違いない、それは正論だわ結構多いですか？どっちが多いですか？ね、結構こう年代をね、年代で違う気がする。ちょっとね、こうベテラン組はね、愛に溢れた人が多いのか、愛をね、選択する人が多い。若い子たち、若い子、はい、山田が若いかわかんないけど、ちょっとこう現実主義なとこがあるね。あ、落ち着いてるんですかね、やっぱこうある程度余裕があるんでしょうね。多分その愛を選ぶとか、はい、愛を選ぶってことは気持ちに余裕があるんだと思います。うちらはもう迷わず愛、もうお金なんて聞きました。余裕があるわけじゃないの、単純なの、でも最近やっぱこういう意見を聞きすぎてお金に流されつつあるあれあれあれなぜなら単純だからじゃあ次いきます。はい、部屋にある一番お気に入りのものは？お気に入りのものは、あ、引っ越した時にはもうあったんですけど、あの普通にこう直角、膝をこうやって入れるお風呂、めちゃくちゃ広いんで、そこは気に入ってます。お風呂が気に入ってますね。すごい。何かを買ったっていうかは気になる、そのお風呂いや、写真はなしでえ、なし？ヤマタン、なし？ヤマタン、なし？個人的に、はい、なんか、まあ、お風呂の時間が好きなので、一人になれるというか、
狭さというか空間が好きなのと、結構1時間でも1時間半でも90分見てて、試合見ながら入ってる時もありましたし、カリナさんはお風呂入りながらアイス食べてるっていう、なんかテレビで見て、それもありだなってちょっと思っちゃいました。おもろい。いや、アイスの写メは送ってな。はい。お風呂は NG。はい。はい、じゃあ次いきます。10年後、何してる？ 10 年後は、38歳か。まあ、その38歳の時に、まだ自分のサッカーにやり残すことがないのであれば、指導者をしてるのかなと思いますね。その指導者っていう、ヤマタンのその考えは、初めて言った？いや、普通のインタビューでも指導者に興味があるだったり、うん、指導者になってみたいというのは発言してるんですけど、38ってなった時、現役なのか指導者に切り替えるのかの判断を迫られてるのかなと思ってます。でもやっぱゴールキーパーはさ、寿命が長いわ、そのフィールドプレイヤーより、はい、だからヤマタンはきっと、まだ現役やってると思う。やってます、38歳。うん、全然想像つかないですね。その指導者ってさ、ゴールキーパーコーチとさ、監督とかコーチとかいるわけやん、はい、どっちやりたい？監督っていうそのメンバーを決めれるとか、メンバー交代だったり、すべての責任を負えるというか、背負えるというか、監督がいいんですけど、まあ、今は J リーグでもキーパーコーチ不足っていうのがあって、現実を見たときに、長く飯食っていけるのはキーパーコーチなのかなっていうのはあって、まあ、それでも一度監督にチャレンジしてみたいっていうのはやります。キーパーコーチ、正直さ、自分で蹴らなきゃいけないじゃん。女性の方年齢が高くなってくると筋量って結構難しいから、はい、逆にその監督を目指す方が、うちはなんかこの性格も含めてめちゃくちゃいいです。じゃあ次いきます。ラスト、2023年ワールドカップへの意気込みは？意気込みは、前の大会2019年フランスワールドカップの時はグループステージはギリギリで突破して、トーナメントで1回戦でオランダに負けて帰ってきたんですけど、その次2回戦まで試合をしたいなっていう、まあ、1試合でも多く試合できる方がいいんですけど、まあ、優勝っていうところまでは自分の口からではまだ言えない、自信もないですし、もちろん優勝しにみんな調整だったり今まで努力している中で優勝はしたいですけど、現実的に見たら1試合でも多く、3試合で帰ってくるのではなく4試合、5試合、6試合戦って、日本人の日本人サッカーの価値だったり、それを見て日本人を見る注目されたってことは、 WE リーグ、国内リーグも注目されると思うので、もちろんこれからの WE リーグだったり、これからのなでしこをいい環境だったり価値を上げていくのも今の現役の選手だと思ってる。もちろん自分がこのメンバーに選ばれて試合に出て失点しなければ負けることはないので、いい順にしたいなと思います。頑張って。ありがとうございます。めちゃくちゃ応援してます。ありがとうございます。今日はほんまにありがとう。いえ、うん、ありがとうございます。注目していただいて。そしたらヤマタン、もうこれはほんまにラストのラストやねんけど、はい、この A チャンネルをご視聴の皆さんにメッセージを一言でもいいからお願いします。はい、こういうアスナさんだったり桜本さんが女性アスリート、女性サッカー選手に、フォーカスして YouTube でこういう場を設けていただいてるのは、本当にプレイヤーのからの目線というか、まあ、お互いプレイヤーなんですけど、めちゃくちゃありがたいことですし、まあ、普段記者とプレイヤー選手っていう関係性ではなく、お互い一緒にサッカーした仲であり、いつもリラックスして本当にプライベートのことを聞いていただいて、すごく自分は感謝してますし、まあ、いろんな方に発信して、いろんな方に見ていただいて、その S チャンネルに貢献できるように、自分もプレイヤーとしてが結果を出して注目されるよう、そして、まあ、WE リーグなでしこ盛り上げるように頑張りたいので、皆さんこの登録と、いいねグッドボタンよろしくお願いします。ありがとう。は
ありがとうございます。完璧アバター、ほんまありがとう。大丈夫ですか？めっちゃ完璧。めちゃくちゃ世界で緊張してる。マジで緊張したな、これは。だけど、あっち。いや、ほんまありがとう。もうめっちゃ貴重な話聞かせてもらったし、このアクシデントにもかかわらず、時間もめっちゃ長く取らしちゃって、ほんまにありがとう。ありがとう。びっくりしましたもん、DM 来て。出演できんのって思って、大丈夫。マジで？はい、A チャンネルの存在自体は知ってくれてた？知ってます。母親が、からいつも、今日誰が出てるよ。やったって、注目してました。マジでありがとう。めっちゃ嬉しい。そう、今、J リーガーとかが結構 YouTube やってるじゃないですか。うん。まあ、ウィリーガーも、まあ、数少ない中でやってるんですけど、うんうん、その一人なので、うん、すごい嬉しいです。いや、もうめっちゃ面白かったけど、ヤマタンの素顔を知れた。よかったっす。グッと近づけた気がする。軽いなぁ。あのさ、ちなみにさ、お母さんが見てくれてる？はい。って言ったよ。はい、あのさ、じゃあお母さんにさ、誰に出演してほしいっていうリクエストをさ、ちょっと聞いといて。はい。この選手のインタビュー見たいみたい。母親の好きなプレイヤーになっちゃうかもしれないですけど。全然全然もういいよ、もちろん。うん。見てみます。お願いします。はい。ありがとう。ありがとうございました。